メジャーリーグで大活躍中の大谷翔平さん。結婚は26歳という目標があったようですが、交際している女性はいるのでしょうか。大谷翔平さんは派手なアナウンサーや芸能人は、あまり好みではないと言われていますが、取材など接点が多い方とは噂になるケースが多いようです。大谷翔平さんと熱愛の噂があった方はこちら。1. 三田由里香、アナウンサー。2. 朝比奈彩、モデル。3. 久慈暁子、アナウンサー。4. 加藤綾子、アナウンサー。5. 中条あやみ、タレント。6. 宮島奈美、アナウンサー。7. 加納舞子、元バレー選手。8.20 代の黒髪日系美女、リポーター。それでは順番にご紹介していきます。歴代彼女1人目、三田由里香。生年月日、1987年5月23日。学歴、青山学院大学卒業。職業、フジテレビアナウンサー。大谷翔平さんより7歳年上の三田由里香さん。大学時代は硬式野球部のマネージャーで。野球の勉強のため1年間アメリカに留学したほどの野球通です。そんな三田由里香さんは、大谷翔平さんは高校の頃から、取材を通して付き合いがあります。大谷翔平さんが2013年の1月にドラフト1位で、日本ハムに入団した時も取材しています。この時の三田由里香さんが、獲物を狙う目、と言われ、話題になりました。しかし三田由里香さんは大谷翔平さんとはかなり身長差もあり、上目遣いになるのは仕方ないかもしれません。また、2018年4月には直撃ライブグッディで、私、大谷選手を取材します、と、わざわざ宣言したことで話題に、夏休みはアメリカに野球を見に行く、と友人に語っていた。インスタに手作り弁当をアップしているのは大谷翔平さんへのアピール?などの理由で、アメリカに行くのも大谷翔平さんへの、告白旅行との噂も。しかし三田由里香さんは、2020年1月に一般人の会社員と結婚しています。大谷翔平さんとはただの噂だったようです。歴代彼女2人目、朝比奈彩。生年月日、1993年10月6日。出身地、兵庫県。職業、モデルタレント。美人モデルでタレントの朝比奈彩さんは、大谷翔平さんの1歳年上です。大谷翔平さんとの出会いは、日本ハム企画のイベント鎌ヶ谷チームランフェスタ2014。朝比奈彩さんは三愛水着のイメージガールで、陸上経験があることから応援ランナーとして参加。この時、大谷翔平さんも鎌ヶ谷の施設で自主トレ中で、飛び入り参加されました。そして翌年、2015年3月12日の日本ハム×ロッテの始球式に、朝比奈彩さんが登場したことも話題に。朝比奈彩さんが始球式に選ばれたのは、大谷翔平さんと付き合っているからではないかと噂されました。しかし、朝比奈彩さんはこの噂を否定しています。朝比奈彩さんは2016年6月のさんま御殿2時間 SP に出演した際に、大谷翔平と付き合ったらいいやん、と、さんまさんから言われましたが、その一度だけなんですよ、会ったのは。一回しか会っていないわけじゃないですか。それで噂だけがどんどん広まっていくのが本当に嫌です。と熱愛の噂をきっぱり否定しています。歴代彼女3人目、久慈暁子。生年月日、1994年7月13日。出身地、岩手県。学歴、青山学院大学。職業、アナウンサー、フジテレビ。久慈暁子さんと大谷翔平さんは1994年生まれの同学年で、出身地も同じ岩手県奥州市。家も近所で、幼少時からの知り合いなのだそうです。共通の知人もいらっしゃるとか。2014年の12月には2人の地元、奥州市の広報誌、奥州で、活躍が期待される新成人の2人、と、新成人向けの対談を行っています。久慈暁子さんは当時のんのうの専属モデルなどをされていましたが、とてもお似合いなお二人ですね。久慈暁子さんは、その後2017年にフジテレビにアナウンサーとして入社。
スポーツニュース担当で、大谷翔平さんとは取材現場で会う機会も多かったようです。久慈暁子アナが大谷翔平さんにアタックしたという噂もありますが、大谷翔平さんのタイプではなかったとも言われています。歴代彼女4人目、加藤彩子。生年月日、1985年4月23日。愛称、カトパン。職業、アナウンサー、フジテレビ。加藤彩子アナは大谷翔平さんより9歳年上です。そんな加藤彩子アナは、スポーツライフヒーローズの司会として、大谷翔平さんに接近。恋愛とかは？結婚とか？好みのタイプは？と、野球には関係のないプライベートな質問をし、同席した広報に止められています。この時の加藤彩子アナの様子について SNS の反応はこちら。距離感近くね？目が円マークになってる。カトパン目がハート。加藤彩子アナが大谷翔平さんを狙っているように見えると話題になりました。大谷翔平さんは結婚について、目標となると結婚となるんですかね？この人かなとなったら、したいなと思います。と、さらりと答えたということですが、大谷サイドはこれ以降、日本人女子アナの取材はお断り、となりました。加藤彩子アナは2014年にダルビッシュ有と密会デートを、報じられたこともあり、球団側から警戒されたようです。その後も、加藤彩子アナが大谷翔平さんを狙っているという噂が、絶えませんでしたが、加藤彩子アナは2021年に一般人の男性と結婚されました。歴代彼女5人目、中条あやみ。生年月日、1997年2月4日。職業、モデル女優。中条あやみさんと大谷翔平さんとの噂のもとは、2016年の一般人のツイートです。世田谷で中条あやみさんと大谷翔平さんが、二人で歩いているのを見た2016年。大谷翔平さんは当時、千葉県の鎌ケ谷市にある球団のユート寮に住んでいました。ところが、日ハムのコアなファンの間で、朝帰りの姿を目撃された。世田谷区の住宅地にいた目撃情報があったとの情報が広まっており、そのお相手が中条あやみさんだと噂されたようです。しかし、中条あやみさんと大谷翔平さんの接点は、2014年の始球式の時だけです。大谷翔平さんは、選手としてこの試合に参加していました。二人でツーショットの写真を撮られたこともなく、熱愛報道もないことから、ただのガセネタだったようです。目撃情報のツイッターも、拡散後にすぐに削除されてしまったということです。歴代彼女6人目、宮司見合い。生年月日、1991年7月29日。職業、アナウンサー。宮島奈美アナと大谷翔平さんとの噂の元になったエピソードはこちら。目覚ましアクアで大谷翔平さんの記事を読み上げた後に、ファンだよね、と言われ赤面した。サマーズの神疑問で大竹和樹さんのことを2回も、大谷さん、と呼んでしまった。など、大谷翔平さんを意識している様子が話題となりました。しかし、ツーショット写真やデート現場の報道もなく、ただの噂だった可能性が高そうです。歴代彼女7人目、加納舞子。生年月日、1988年7月15日。職業、元バレーボール選手タレント。加納舞子さんは大谷翔平さんより6歳年上です。二人の熱愛が噂になったのは、加納舞子さんの SNS がきっかけです。2018年に加納舞子さんがつけていたブレスレットと、大谷翔平さんのブレスレットがお揃いだと話題に。加納舞子さんは身長が180センチメートルでフードマイスターの資格もあり、大谷翔平さんにお似合いだと言われています。二人の出会いは、大谷翔平さんの栄養管理士、大前圭さんの紹介だと言われています。大前圭さんは全日本バレーボールを担当したことで、加納舞子さんとも親しいようです。大谷くんを紹介して、と、加納舞子さんが頼み込んだと報じられています。加納舞子さんは SNS やテレビ番組でも匂わせを連発しており、真相が気になります。
歴代彼女8人目、黒髪の美人日経リポーター。女性とのデート現場などの報道がない大谷翔平さんですが、目撃証言があったのがこちらの報道です。店で見るときは毎回、エンゼルスの帽子をかぶっている。女性と来ることもあるよ。私の友達が言うには、日本人女性みたい。彼はいつも優しそうで、ナイスパーソンという感じだね。日本食スーパーの常連客が、大谷翔平さんと女性が二人で、買い物していた様子を目撃しています。女性は20代の黒髪の美女で、2020年頃から噂になっているようです。しかし、その正体は、大谷翔平さんを取材するケーブルテレビの日経リポーターだと、言われています。腕を組んでいるとか抱擁していたというような親密ショットは、確認されておらず、まだ友人というレベルです。その後、続報はないので進展はないのかもしれません。大谷翔平さんの好きなタイプはこちら。女子アナや芸能人は派手だから嫌。好みは誠実で控えめな人。それに頭がいい人。スポーティーで爽やか。身長が高い。明るい。また、気に入った女性がいたら自分から積極的に。アプローチするタイプなんだとか。野球で何かしら目標を達成されたら、プライベートでも何か進展があるかもしれませんね。いかがでしたか？女性の噂があまりないと言われる大谷翔平さん。こんなにたくさんの女性と噂になっていたとは驚きですね。それだけ有名で魅力のある方なので、モテるのは間違いなさそうです。プライベートでも思い通りに目標を達成できるのか、見守りたいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。